金沢名鉄丸子市百貨店。株式会社金沢名鉄丸子市百貨店。金沢名鉄丸子市百貨店は、石川県金沢市で、日本の百貨店の名鉄、エムザを運営する企業。名古屋鉄道参加の企業で、名鉄グループに属している。1973年、昭和48年から2002年、平成14年までは、同名の百貨店を営業していた。 それまで武蔵が辻交差点対面の1930年昭和5年に老舗製茶業の一族だった林家亀次郎が建設した三越金沢店跡で営業してきた丸越が1973年昭和48年10月1日に金沢スカイビルの開業とに現在地へ移転して同時に店名を変更して金沢名鉄丸越百貨店として開店して 営業を始めた。また、この移転と同時に高層階には同じく、名古屋鉄道グループの金沢スカイホテル、開業当時、2014年3月1日に、ANA ホリデーイン、金沢スカイに、名称変更が同時に開業して、現在も営業してる。1983年、昭和58年9月に、名鉄丸越商事、株式会社を、 存続会社として合併、同時に株式会社金沢名鉄丸越百貨店と称号変更を行っており、現在の法人は2代目である。同年11月市会社スカイビル駐車場が地下1階地上8階で750台収容の立体駐車場を完成させるなどモータリゼーションへの対応を進め、1985年昭和60年10月に、 ビル内のジャスコ保有分を買収て増床を行うなど、全面的な改装を行った。1996年、平成8年11月には、金沢市、本町の市街地再開発ビル、リファーレ1階、2階に2778.3メートルに、書籍やアウトドアグッズの売り場を持つサテライト店を子会社、名鉄五番街の運営で開設するなどバリ路線を取った。 かつては、金沢名鉄丸市百貨店、通称、名鉄丸市という名前で運営していたが、2002年、平成14年4月の金沢スカイビル内で、隣接していた、専門店街、スカイプラザなどを一体化する、大規改装と共に愛称を、名鉄、M 座とした。店舗は、金沢市で、高林坊に次ぐ、商店街である武蔵が辻にあり、 この地域の各店舗となっている。生鮮食料品を主体とした小売市場、大見町市場の対面に位置する。2002年、平成14年5月に実施した10億円の第三者割当増資や2004年、平成16年8月で解散した、名鉄五番街とスカイビル駐車場の子会社2社の債務を共に、親会社の名古屋鉄道に引き受けてもらうなど支援を受けて2006年、 平成18年2月期決算では、リファーレ間撤退などによる不採算部門の整理の完了と、メーカードの浸透による集客力の向上で、全期費増収増益を達成、売上高204億円、経常利益9929万円を確保するなど、収益力の回復が見られた。しかし、同年8月中間期で、 固定資産の減損会計を適用した結果46億円の特別損失を計上して6億から7億円の債務超過に陥り、債務超過状態が続けば商品券が発行できなくなるなど営業に支障があるとして、名古屋鉄道が10から20億円の増資を引き受けて支援を行う方向で検討が進められ、名古屋鉄道は20億円の増資を優先株式による 第三者割当増資の形で引き受けて2007年、平成19年月に実施した。その半年後の2007年、平成19年8月中間期では今度は発行している、発行後4年以上が経過した商品券と発行したポイントに関して引当金を引き当てたことに伴って、約2.4億円の特別損失を計上し、 他にも棚卸し資産の評価方法の変更に伴って評価損を計上するなどしたため約3.11億円の最終損失を出したが前年度にすでに増資を引き受けてもらっていたため新たな円は必要ないとしていた。2006年平成18年2月期で約204億円あった売上高は 近年の消費不況などに伴う百貨店全体の売上低迷などの影響を受け、近年は5期連続で減収で2012年、平成24年2月期は約162.51億円となっている。同決算で営業利益が3600万円と増益となったものの店舗改装に伴う固定資産の除却損などを 形状を理由に純村駅では3期連続赤字となるなど収益面での苦戦が続いている。生鮮食料品を主体とした小売市場、大見町市場の対面に位置することの強みを生かして、食品販売に力を入れており、2012年、平成24年2月期は、約55.75億円で、医療品の約54.46億円を上回る最大の、 販売品目となっている。2011年、平成23年に無農薬による自然循環型農法に取り組んでいる松本明を招いて農業教室を兼ねた屋上菜園、M ムザエコファームを開園して都市緑化と集客の両立を目指している。名古屋鉄道の連結市会社であり、単独で議決権の3分の2兆を有している。なお、 かつて資本提携していた名鉄百貨店は名古屋鉄道の連結市会社であるが、金沢名鉄丸越百貨店の大株主ではなくなっており、現在は同一の親会社を持つ兄弟会社である。創業者、林家亀次郎の一族では現在は林家春作が議決権比率で0.63%の株式を保有して第7位の株主となっている。名鉄、 エムザのフロア構成は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。